カキンゲームズ。ハロー YouTube。 ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。はい、ヒカキンチャレンジ、今回はすごく楽しみにしていた逆属性のイザナミ編いきます。相当難しいと思います。ダメージがね、大きいからね、イザナミは非常に難しいだろうな。倒したいな、ここサクサクっとみんなの拾ってゴー、倒して、オッケー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 、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。下蘇生来なければ。来たわ、来ちゃったわ。ただ上上がっていこうかな。オッケーオッケー、あー暴れちゃった、暴れちゃってるけど、お優しい、これいけたね多分。はい、いけてない、ただめちゃめちゃみんな食らってるんだよね。はい、挟まらないように上挟まる角度、えっ、なんか引っかかってんなさっきから。よし、これです。よし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 、これいけるでしょ。うん、これバトル1でしょこれ。挟まって、オッケー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 。バトル1で大苦戦。ただボスに行ったらすんなり倒しちゃうっていうのがね、今回のストーリーです。よいしょ、オッケー。やっぱりね、そもそも水でもこう、アンチ重力バリアついてないときついのに、木だからね、これ。もう、もはやね、もし行ったとしたら、ボスの最後とか、何も動けないと思うんで、ヒカキンくん。ふふ、じわーっとかって。ほんと、配置がうまくできたら、挟まる役割としていきたいっすね。ほら。あー、うまいこと倒しちゃう。どうしようかな。こう打ちたくなるよね、でもね。ほら、よし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 。あ、いい、いい感じ、いい感じ。結構みんな食らってる、みんな食らってる。ナナミ。じゃなくてロミオ。これ多分トライアングル的にこうやっていくと、跳ね返ってヒカキンくんの方行って、下のゾンビ殴って、ゴー！全然違う動き。いやははは。風化すんな、スルー。下の方倒していくか。はい、うわ、なんか変な動きしたよ、また全復活じゃんこれで。ただゾンビ結構食らってるよ、チャンスだよ。ほら、よし、いけ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 、オッケー。バトル1の苦戦をちょっとだけここで巻き返したかな。ハート欲しい、オッケー。でね、ボスはマッチショットで1ゲージぐらい飛ばすと、綺麗にクリアできるかなって感じで、相当うまくいかないとまずクリアするのむずいと思うんですよね。みんないい位置だな、これなんか。いい位置だ。ゾンビの方行きたかったけど。跳ね返って上。ああ、ダメだ。左の斜めくらいか、マッチ狙えんの。難しいな、マッチ。いけ、あー下行っちゃった。ただ中ボスは多分大丈夫だと思うんで、そこまで狙いすぎなくても。ゾンビ倒したい、ほら、オッケーオッケーオッケーいいよ。下の2体のね、攻撃力が多分強いんで、ヒカキンくんが狙われると危ないんですよね。よし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 、やっぱここはナナミがいい仕事してますね。で、ボスバトル1はね、SS を使いたくないんですよ、絶対。ほら、ヒカキンくん、入れない。ボスバトル1は挟まって頭で倒して、ボスバトル2は最悪ナナミかロミオって感じだと想定しております。マッチ入れ。ああ、惜しい。で、ボスバトル3も、ナナミかロミオだね。で、最後は挟まって倒したい。入れ。あー、むずい。よし、たらロミオ強いよ。
うわーお、勝ちたいからハート取りに行きます。よし、これで次へ突破。ヒカキンくんか。みんな左上に固まってるから左上行こっか。ほら、これで、オッケー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 。これゾンビループぐわーっと右上から一気に倒せないかな。ジュワワワーっていけそうな空気出てるよ。でやっ、いったんじゃないこれ。いったいったいった、ジュワワワーいったわ。これ描いてました。よし、これはいい、これはいい。下から行くかな、これは。友情拾えるから。こうだね。はい、よし、いいぞ、ね、こんなに綺麗にいったの久々かもしんない。で、ロミオもちょっと配置したいので、下のマッチショットっていうよりはもう上で挟まって確実に倒したいんですよね。左側で止まれ。おし、来た。来ました。キラーン。で、ヒカキンくん。ハート取りたいね。はい。これ柔らかいよ。でも2体いるんで大丈夫です。これ下の斜めからかな。あ、こっちからだ。マッチショット一応狙うだけ狙います。はい、あー入った。でもよし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 、いけるいける。こっちの斜め角度つけ目で、ほら上でカンカン。よし、これいいぞ。でロミオル突破。お、それもヒカキン、あー撃たれた。撃たれると一気に食らうんだよね。はい、いきます。ほら突破。よし、これいける、いけるかもいけるかも。よし、でここは最悪ヒカキンくん使うかな。使っても多分ねちょっとしか食らわないんですけど。あー使う意味ないね。ヒカキンくんのダメージを抑えたいので上行ってようかな、こっち。はい、いいじゃん。狙われたくないんですよ。下行きます。オッケーオッケーオッケー。これもう SS だな、きついわ。お、かわしてる。めちゃめちゃダメージかわしてるよこれ。ただめちゃめちゃきつい。ロミルか、これ。おお、ついてるついてる。これロミを撃つか。ちょっとこれ心配だな。シールドに当てて、イザナミに当てて、ゾンビに当ててみたいな感じでいきたいね、これ。ちょっとね、ここ突破できる気がしない、あんまり。いけ！心臓オペラ。あ、よし、オッケー！うわ、来た！炸裂しすぎじゃん、ロミちゃん。よっしゃ、ラガチャーしゃーらーやー、ふりゃふりゃふりゃ。オッケー、下がってこう。斜めにあった、あれ。当たんない。おお、今のもね、ヒカキンくん当たってなかったね。ハート取って、ヒカキンくん当てて、下の方に入ってけ。オッケーよっしゃいやー。いいよー。で、ナナミスタート。あー、これ SS 打っちゃってもいいとこにいるな。ただ、最後本当に挟まってないと、イザナミ勝てないんですよね。正直分かってるんだもん、難しさ。入れ！よっしゃ！あんま食らってないか。これも入れるじゃん。はい！よし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 。まあまあ食らわしたぞ、これ。2回やったから。で、ゾンビ倒す、あ、こっちか。ヒカキンくんは、もうこれ入っちゃってるよな、多分。ゾンビの方に行け！上から。あー！シールドにドン！ゾンビ倒します。で、ナナミか。SS かな？これ。いや、大丈夫だ、これは。ハートもまだ後で取れるんで、攻撃します。いいよ、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 いいよ。いい感じ。反射レーザー優しい。ヒカキンくんを狙っていない。かわいそうだから狙わないでおいてあげるって感じ。はい、これはいいぞ。
あとは配置さえうまくいけば。うわ、めっちゃいい、めっちゃいい。ヒカキンくん上の方行こう。いっとれ。ヒーローになるんや。あ、もうここまで、え、次あれじゃん、もう来ちゃうじゃん。ただ一面なんで、その次もナナミなんで大丈夫だから、ロミオに当てたいんですよね、正直。こういこうか。はい、いった。ただ下すぎる、みんな。よし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 、これでナナミ上の方上がってきます。あんま上行ってねー。うわ、これ厳しい位置だな。左上だったらよかったんですけど、みんな右の方行っちゃってるんで。ロミオ、これ左下のバハムート倒せたらでかいんだよね。狙います。あー、ダメだ。うわ、よし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 、悪くはない。ヒカキンくん使います。これ届くかな。頼む、届いてくれ。うお、届いた。そしてナナミ2体残ってるからね。よし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 、こういこう。ふっ、ビーストドライブ。いいぞいいぞいいぞ。あっ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 、左下左下倒せ倒せ倒せ。生きてるけど、このナナミも使う。マッチショットも狙える位置なんだけどね、怖いから。右から行こうか。右から行ってバハムート当たってそうだよね、これ。やっぱり全然角度ぐっちゃぐちゃ。ただ結構いいの入ってる。うー、強い。これ、あ、ここうまくいけば勝ち。これいつも入れるんだけどね。もうちょっと下にいてくれたらな。行きます。うっすー、よっしゃー、来たけど、うわっ、これ行きます。せーの、ブレイク。そこリベンジしたいっすね。むずいわ、正直。結構だってうまくいってたかんね。うわー、あの逆属性だとレベル違うね。ただね、これ悔しかったんで、またリベンジしたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。このヒカキンゲームズチャンネルをまだチャンネル登録お済みでないという方、ぜひぜひ登録お願いします。今スマートフォンからご覧の方は、この動画画面の下に見えるチャンネル登録ボタンを押すと登録できます。 PC タブレットからご覧の方は、動画画面内のこちら側に見える登録ボタンを押すと登録できますので、ぜひぜひお願いします。そして、私ヒカキンのマイクラ実況の再生リストのリンクを概要欄に載せておきますので、パート1から見たい方はぜひ。最後に私ヒカキンの Twitter、LINE、Instagram、Vine、Facebook、ツイキャスなどのリンクも動画の概要欄に載せておきますので、よろしければフォローお待ちしております。バイ。